ガブリエル・クレメンツはアメリカ合衆国の画家、版画家である。フィラデルフィアで医師の娘に生まれた。母親の祖先に独立戦争でのサウスカロライナの英雄、フランシス・マリオンがいる。フィラデルフィアの女子校で学び、美術に興味を持ち、フィラデルフィアの女子絵画学校で版画をチャールズ・ページに学んだ。 1876年から1880年までニューヨーク州居酒のコーネル大学で工業製図などを学び、ドイツ中世の画家に関する論文で学士となった。1881年から1882年の間、ペンシルベニア美術アカデミーに学び、また1883年に版画をスティーブン・パリッシュに学んだ。この頃、 科学の分野の図版や版画を多く制作した。この頃、生涯を通して活動を共にする画家のエレンデー・ヘールと知り合い、ヨーロッパに留学していたヘールに1884年頃合流し、パリの私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで、ウィリアム・アドルフ・ブグローや、トニ・ロベール・フルーリーに学んだ。1885年には、ヘールと共にサロンド・パリに作品を出展した。 帰国後、多くの展覧会に出展し、1892年に出版されたシャーロット・ペンドルトン編の詩集の挿絵も描き、ワシントンやボルティモアの教会の壁画も描いた。1895年から1908年の間、ボルティモアの女学校ブリンマースクールで美術を教えたのをはじめ、フィラデルフィアやチャールストンでも時にはヘールと共に美術教室を開き、 美術を教えた。1893年のシカゴ万国博覧会の女性館に作品を展示し、1904年のセントルイス万国博覧会や1926年のフィラデルフィアでのアメリカ建国150周年記念博覧会の展覧会にも出展した。ボストンに近いミサキに別荘を購入し、夏の間はヘールと絵を描いて過ごした。 1948年に安美崎で死去した。ありがとうございます。